はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。そしたら第3問、話はちょっと全然聞いてなかったけど考えてみよう。新潟名物のお菓子、どこが地理の問題で。あ、あかね、なんか地理が得意って言ってなかったっけ。じゃねえな、わかりませんっていう顔してる。あかね、新潟名物の菓子ってなんだ。私は東京育ちだもの、知らないわよ。あ、りょうがが意外とあちこち行ってるから分かってそう。教えてもらえるかな。ん、わかんのか。りょうが、おめえはいつもあちこち旅行してんだろ。お、同じこと。新潟、確か昔隣町の親戚の家に遊びに行く途中通った覚えが。あー、50-50ぐらいか。思い出せねえのか。この二人は金持ってるから、なんか言ってそうやな、ここら辺は。お、こうちゃん、教えてくれ。ん？こだち、新潟の銘菓って知ってるか？ランマ様、私の作るお菓子の方が美味ですわよ。ダメだ。移動。こいつに関してはな。翼ちょっと行ってみよう。未知数の翼いねえし。翼がいねえ。もう一回ちゃんと見て。ダメか。そしたら、シャンプーいけるか。お、おめえは新潟に行ったことなんてねえだろうしな。え、あるかも。日本のことは練馬のあたりしか知らないのね。ああ、ちょっともう一回聞いてみよう。あ、間違った。連打しちゃダメ。まあ一応こいつにも聞くか。あれ？なんか倒れてる。睡眠薬が効いてんな。おい、ああ起きろよ、久能先輩。天童茜、お下げの女、どちらも好きだ。自分の心の夢見てるようだな。まあ話なんねえな。席に着くか。
ランマちょっと考えて。ちょっとこいつ戻ってきてるかもしれない。まだ戻ってきてね。両側かシャンプー木立両側お。ランマ中国行きはいただいたぜ。思い出したんだな。教えろ両側。教えて。中国ハネムーン旅行は俺とアカネさんのものだ。怪しい。アカネさーん。アカネさーん。あれ向こうにいるの右京じゃねえ。おーい両側どっちに行くんだ。茜はこっちだぞ。行っちゃったわ。中国あの方向音痴じゃ当分帰ってこれねえだろうな。ん、ナビキがいるぜ。事情事情。あら残念、2番人気の涼牙くんは場外失踪と。かけてやがったな。そこで何やってんだおめえ。本命はランマくんだから頑張ってちょうだいね。おめえ高校生のくせにギャンブルの元締めやってんじゃねえよ。ほら大穴の翼くんじゃない。翼がどこに。どこいんな、どこいんな。翼なんかいねえぜ。どこ行ってんだよ。え、あの緑色、うん、緑の木じゃなくて左のなんだあれ、物体。あれは雨翼じゃねえか。なんて格好してんだあいつは。おい翼、なんだよそれは。だからこれが答えよ。新潟名物笹団子。答えだと。笹団子。いやいや、もうこれ正解なら行こうよ。なんで触れるって。いただき。そうだっけ。校長これが答えだぜ。突撃。校長目指してかけるランマ。うん、翼とくんか。こいつ中国行かせる気ねえな全然。や
忍びバズーカー砲の威力は強し、もろくも粉砕されたランマと翼。極悪非道校長の妨害工作を前にランマたちはなすすべもない、ないのか。なすすべないよ。ん？終わったけど誰も正解しないよ。デフリーの校長が声高らかに、も試験結果を発表しますっていうか、いないと思うけど、いんのか。さあさあ悲しい、皆さん仲良く0点です。ハネムーン該当者は一人もなしで、おいよ。暴動が起きるぞ。ん？ルイルイと横たわる？ルイルイと？どういう意味だ？選手たちの屍が格闘試験の激しさを物語っています。ああ。シャンプーまだ猫にされてる。校長の圧倒的な勝利です。校長の、うん、こいつが行くんじゃねえだろうな。無情な校長の声が響き渡り、悲しいですが約束は約束、中国旅行は諦めましょう。いや、鼻から行かせる気ねえだろ。風に舞う中国ハネムーン旅行のチケット。そうだよね、怒り闘神。立ち上がれ。激おこプルンプルン丸。うん、校長。いけランマ。ピキュン。ふざけんじゃねえ。そうだそうだ。飛龍昇天波。飛龍昇天波かませ。校長聞いてねえな。生徒たちに散々殴られた校長ですが、反省の表情は一向に見られるはずもなく、尋問だ尋問。生徒全員を旅行に連れて行かねえか。さもなくば結構な値段じゃないの。おお、アイムソーリーです。全員中国旅行に連れて行きます。最初からそうしろよ。本当か。男の約束、嘘つきません。鳥取島根の中国地方へご招待です。いや、俺マジ信じてた。ほんと信じてた。中国は中国でもそっちの中国。中国見たかったな。あきれて物も言えねえや。いってらっしゃい鳥取。いや鳥取とかもいいよ、いいよ、いい場所だよ。あ、まちゃったまちゃった。もう行くの。我が父ながらこのいい加減さは許しがたい。そうだそうだ、もっと言ってやれ。中国地方だってよ。先輩は行くのか。ハネムーン旅行でなければ
行く価値などあるか。いや、それどっちでもいいわ。呆れて物も言えねえや。行ってらっしゃい、トトリ。中国見たかった。楽しい研修旅行が皆さんを待っていることでしょうね。怖い。何、あ、横、あ、上向いてんだ。白目向いてると思ってた。ね、続くって。死闘花嫁修行。あー、鳥取といえば鳥取砂丘。寒い。こんな真冬に研修旅行だなんて、校長は何を考えてんのかしら。クラスのみんなもずるいわ、仮病で休んじゃうんだから。担任まで途中でとんずらしちまうとはな。あかねちゃんと一緒に旅行できるなんて、ああ私幸せよ。ランマ、あれを見て。巨大な建造物が見えます。これはなんだ。狭いの城はわかるけど、あのピンクかかったやつはなんだな。怪しいな。お、目がキレッとしてる。かっこいい。パンダ親父からランマになった。海岸に何かあるぜ。お、話す。ちょっと離れてるからちょっと変になってるけど、話そう話そう。もう一度赤ねやね。どうのようね。まあ、ついでに翼も行ってみましょうよ。ドーム、これドームか。ずいぶんでかいな。うん、ドームの入り口ね。うん、海水浴ね。あ、え、入、なんだ、何がせん、入浴。男ってどこ、あの奥のやつ。まあ一応看板から。運用予科海水浴場。4人用予科ってなんだ。女性専用のレジャーランドかしら。ああ、海水浴素敵だわ。海水浴場へようこそ。当レジャーランドでは一年中海水浴をお楽しみいただけます。温水ってことか。冬は温水。風林館高校の女子生徒様でしたら、ただいま特別ただでお入りになれますが。怪しい。なんで俺たちが風林館高校の生徒だって知ってるんだ。あ、いや、それは校長の差し金か。私泳げないから遠慮しとくわ。あ、そうだった。翼はどうよ。ダメだって。あかねちゃん行こう。あ、ダメだ。翼、おめえは男だろうが。
間違った。え？もう一回？この寒さ、翼には耐えきれないわ。あかねちゃん、浜辺で遊ぼう。うん。突撃！女子高校生2名様お入り。おい、待てよ。お、ニャーがいる。男用はねえのか？残念ながら。わかったよ、女ならいいんだろう、女なら。女なら、女なら。考える。中に入る方法。どこかに水はねえかな。海水はダメなのかな。真水？はい、トーレダーランドは女性専用でして。ああ、まだ入れない。収容確認。水には水はないようだな。じゃあ移動。ちょっと送検。日本海だ。歩きずれ丘だぜ。考える。中国の子。この海を渡れば中国か。しかし女の体力じゃ前みたいに泳いではいけねえな。ん？持ったってそうはいかねえぜ。ああ。あ、戻ったな。移動、ちょっと待って。もう一回周囲確認して。砂浜か。近くに水あるだろう。蛇口あるだろう。これしか水はねえな。ん？そうだぜ。冷て。え？触れたか？あ、ここはもう勝手に移動しようよ。触れるって書いてんだから。触れるイコールそこまで移動してんだから。やめて。やっぱね。入ろう入ろう。ああ、お待ちください。どちら様で。え？凍えそうなの、中に入れてくださらない？さて、あなたは。いいぞ、オナラマ。ん？くそ。風林館高校の女子生徒です。みんなとはぐれちゃって。そうそう、だから。まあ女性だから問題なかろう。遠慮なくお入りください。女子高校生1名様追加。うん、いいよ。
閉めた。おお、生き返った。ドームの中は真夏の日差しだぜ。海だ海だ、泳ぐぞ。温水だったら男になれるんじゃない？はい、風林館高校の女子生徒たちです。校長直々の斡旋ですから間違いありません。あの校長、旅行費用を持つと言ったら二つ返事で引き受けましたからね。誰だろう、何者かな。まあ、校長はちょっとあれだとして、謎の門は裏で絡む。極悪校長、このレジャーランドには何が、謎が、何かが、謎が、ドームだから。あ、監視塔があるぞ。空、ドームのせいでピンク色してるぜ。広いドームだな。ビーチ、どこもかしこも女ばかり、不気味だぜ。そんなことないよ。パラダイス、女の子たち。茜たちはどこで？売り子がいる。売り子、あれはシャンプーじゃねえか。水着はいかが？浮き輪はいかが？お安くしとくね。あいや、ラマ、偶然ね。本当か？シャンプー、お前がなんでここに？そうそう、ヒーバーちゃんと一緒にここでアルバイトしてるね。店は？ヒバちゃんは冷やし中華、私、海水浴用品売ってるね。ラマ、ここは海、従って水着買うといいね。買おう買おう。見せて見せて。せっかく海に来たんだ、俺は泳ぐぜ。触れる。それはサイズが小さい。これ着るといいね。ビキニ。これはビキニ。触れる触れる。俺はビキニなんか着ねえぞ。困ったね。ラマのバストサイズだとこれしかないね。しゃあねえな。しゃあねえな。お。いやいや、ビキニ着替えたアンマですが、久しぶりの海水浴だけにあって気分はすっかり真夏のバカンス。張り切って波打ち際に、かけていくとばったり赤のやつと翼に会いました。やっぱランマいいね。なんだおめえたち、まだ泳いでなかったのか。真ん中は泳げねえだろう。
海に入らねえのか。どうせ泳げないからいいのよ。じゃあ、ついでに翼。おら、なんまったら大胆なのね。一人だけ入れくビキニ。どんな声してんだよ。あら、なんまったら大胆なのね。一人だけ入れくビキニ。俺は胸がでけえから仕方なく着てんだ。女装趣味のおめえと一緒にすんじゃねえよ。似たり寄ったりような気がするな。まあ右は本物の女になれる。でも左は見た目は女だけど結局は男。泳ぎ教えてやるよ。いいわよ、そんなの。教えてもらえよ。可愛くねえな。だからいつまで経っても金槌なんだよ。なんか金槌か。なんとかの実を食ってんじゃねえのかな。余計なお世話よ。つぶ、何のため入ったんだっけ。お、これサムネにしようかな。決めた。決まってるし、ピキーンって決まってる。アカネと翼が一緒に泳ごうとしながらランマを一人で沖に動き出しました。そんなにいける。ん、波、人工的に作られたサーフィン用の波が次々にやってきます。考える。だけどどうも腑に落ちねえな。なんで砂丘の真ん中にレジャーランドがあんだ。言えてる。もうついでに考えろよ。女性専用ってのも気に食わねえで。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。ああ、いや。私は中国娘かショートカットの娘がおすすめかと。おまわりさん、変態がここにいます。え、お下げの女の子ですか。あれは素性が知れませぬゆえ。わかりました。では仰せの通りに。すごいこっち見てるよ。ランマ目いいな。あれ、ランマしか映ってない。ランマをかけて操る黒幕の登場。赤文字、目が痛い。フカヒレジョージよ、あの女をさらえ。ん、門番は下手に命令を下しました。あ、手下に命令を下しました。うん、そしたらこのくらいにしとこうかな。だ、ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。